皆さんこんにちは、今日もご視聴いただきありがとうございます。皆さんね、動画これ保存どうやってやってますか？もうね、実はうちには2台のパソコンがあるんです。1台は 1.5 テラ、もう1台が 1.2 かな、そのぐらいの容量のねパソコンが2台あるんですけど、もうこうやって動画撮ってるとどんどん消してってるんですけど、なかなかね全部は消しきれないので、少しずつ少しずつ溜まっていくと合計約 2.5 テラ分のハードディスクがいっぱいになってきました。なので今回は外付けのハードディスクを今回は購入しました。今日ようやっと Amazon から届いたのでね、こちらをちょっと紹介していこうかなと思います。じゃあ早速ちょっと開けていきましょう。まずこのドッキングステーションなんですけども、こちらはユニテックっていうのかな、ちょっと読み方が分かりません。USB3.0 で、2つ接続できるドッキングステーションです。結構ねこれ評判が良かったのでちょっと購入してみました。これはねあまり別に箱っていう箱をね、綺麗な箱じゃないですよね。まあここに2つドッキングステーションがあって、パソコンを返さなくてもこうクローンができるようなタイプです。2つここには 3.5 インチと 2.5 インチのハードディスクか SSD が接続されます。でこの中にはあとはユーザーマニュアルとか電源ケーブルとか、あとこれは USB ケーブルですね、こちらがあります。中身っていうのはもうたったこんだけです。もう一つね、こちらにこれはシーゲートのバラクーダというやつですね。2テラのハードディスクです。はい、こちらがあります。はい、では早速開封していきましょう。ここをあまり切るのは好きじゃないので、この袋の一番端っこだけ切ります。さあ、まあもともとこういうのはね、パソコンの中に今までは普通は入れていたものなんですけど、これを今はねこうやってドッキングステーションにつけて使うことができるようになってます。まあ2テラっていうのはそんなに大きい方ではないんですけども、なぜこれをね2テラにしたかって言ったら、あまり大きい容量のものだと万が一データが壊れた時に取り出せなかった場合のダメージができるだけ少なくしたいっていうのがあって、今回2テラにしました。1テラももちろんありますし、500メガっていうのもあるんですけど、500メガや1テラだったらあっという間にいっぱいになってしまうんですよね。なので今回は2テラにしました。4テラとちょっと悩んだんですけども、今回は試しに2テラにしてみました。じゃあね、早速これを接続していきたいと思います。接続自体はねすごく簡単でした。もう USB を接続して電源ケーブルをつけただけですね。じゃあ早速ハードディスクをセットしていきたいと思います。ここに A と B っていうのがあるんで、メインは A なのでここに挿していきます。音聞こえますかね？聞こえますか？ハードディスクが動く音がしてます。じゃあ早速セットアップしていきます。セットアップするのはパソコンの画面からまたお話ししていこうと思います。はい、ではねパソコンの画面の方からいきます。まず何もこれはまず初期化も何もしてないので、ディスクの管理からパテーションテーブルを割り当てていきます。でこれはシンプルボリュームで大丈夫なので、ドライブを割り当てていきたいと思います。そうするとここに、見割り当て分が180ちょっとありますね。200ギガぐらいですかね。200ギガ弱取られてますけども、2テラ分の、割り当てが準備が完了しました。これからドライブを割り当てていくので、新しいボリューム、シンプルボリュームを設定します。ちょっと画面を大きくしましょう。これなんか見やすいですね。で、この見割り当てっていう黒くなってるところ、まだボリュームラベルが当てられてないので、ここにドライブを
割り当てていきます。右クリックをして新しいシンプルボリュームですね、こちらをクリックします。でこのまま、メッセージに従ってずっと進んでいきます。でこれはもうね一つ区画一個だけで今回はいきたいと思います。エッジドライブで OK なんでこのままいきます。でここもこのまま進みます。はい、これで今フォーマット中になって、間もなく、はい、終わりましたね、ボリューム H が H ドライブが割り当てられました。はい、これでもうね多分使えるようになったと思います。ちょっと確認してみます。はい、PC からボリュームラベル、はい、これはちゃんと割り当てられましたね。はい、これでもう正常に使えるようになりました。はい、では早速、最初に、こちらのベンチマークを少し測っていきたいと思います。今回使うのはクリスタルディスクマークさん、これはあの Windows でよくベンチマークで測られている使われているソフトです。でこちらの方でやっていきます。今回は、この外付けの新たに追加したものだけを測っていきたいので、H ドライブで選択します。でスタートします。回数は5回ということでスタートします。結果がこんな感じですね。リードが236、ライトが233。まあこれが早いのかな。ちょっと思ったよりは遅いかなっていう感じがします。じゃあ実際にねちょっと書き込んでみましょう。今一番映しておきたいのは、この山関係ですね。これちょっと映してみましょうかね。10ギガあるんで、この10ギガをちょっとコピーして。転送速度が90、80、だいたい90前後ですか。これほとんどはフル HD の画像です。中に少しだけ 4K の動画が入ってますけど、ほとんどはフル HD の動画です。だいたい100、あ、まあでもこのぐらいいけばいいのかもしれませんね。そうだね、このぐらいいけばいいのかな。 155 パーセカンド。まあこれなら内蔵のハードディスク同士でコピーしてるのと同じような感覚ですね。これは今 USB の 3.0 につながっているので、本体とね、こちらでは USB 3.0 同士なので、だいたい速度がまあ、こんなぐらいでいいのかなと思います。まあ早いでしょう。うん。いい感じだと思います。こんな感じで、これからはこの外付けディスクの方に撮影した映像とかを保存していこうかなと思ってます。はい、今日は以上です。はい、今日は、このドッキングステーションと、ハードディスク、外付けのハードディスクの、商品のレビューになりました。動画編集をすると、まあ、必ずこうやって、データの管理には 何かしらのこう問題がつくと思うんですよね。ですので、まあ、少しでも、皆さんの参考になればなと思って今回はこういう動画を作ってみました。なかなかねこのアクセスも非常に早いし、まあいっぱいになってしまえばまた取り外して新しいのをつければねいいかなと。非常に手軽でこういう交換もしやすいかなと思います。で今回はねこの2テラのものですけども、まあこれがうまくいきそうだったら今度は4テラとかに増やして、ここをどんどん貯めていって、でまた新しいのを交換していこうかなと思います。そうするとね、今あのパソコンの中に入っているハードディスクと SSD 約 2.5 テラぐらいあるのかな、これがもう少しどんどん開けるようになって、パソコン自体もまあ必要最低限のソフトだけをこう使うようにインストールしているようにするとね、もう少しこの負担も軽くなるかなと思いますので、こうやってね動画編集をすると非常にこの容量を気にしながらやるっていうのはねなかなか大変ですけども、まあ皆さんこうやっていろいろと方法はあると思いますけども、今回は私はこのドッキングステーションをやってみました、ね、今回のこの情報が少しでも皆さんの参考になればと思いますので、ぜひご検討ください。はい、それではね今日はこの辺で終了したいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら。